こんにちは、管理職ユニオン関西っていう労働組合をやってます大橋と言います。今日はワールドリンクという会社のことについてちょっとお話ししたいと思います。組合員で私たちの組合員で、K さんっていう方がそのワールドリンクで、これまでずっと働いてきました。で、ただ今非常にひどいことになっています。実はワールドリンクという会社、なかなか労働組合とも団体交渉にも応じないということがあったので、昨年の9月に会社前でですねプラカードを持って静かに立って基本的には交渉に応じてくださいというふうな訴えをやりました。そしたらその直後から、自宅待機あるいは在宅勤務という形で職場から追い出されてしまいました。それは1ヶ月ぐらいで、解除されたんですけれども、私たちは結局労働組合が嫌だとそこの組合員は許せないということで職場から排除したというふうに思ってます。でその後、去年からですけれども、非常に物価高給料が上がらないと実質賃金がどんどん下がって生活が苦しいという状態になりました。で、私たちはこの3月にですね春闘要求っていうのをそれはもう今年新聞でも話題になってたからご存知かと思いますけれども春闘で賃上げしてくださいと、その他の労働条件の改善もしてくださいというふうな要求を会社に出しました。そしたらですねその後今年の3月31日からですけれども、今まで連、もう計17回懲戒処分をそのワールドリンクをやってきました。ちょっと異様やと思います。で本当に本人のミスではないようなこととかあるいは実際にミスがあったとしても他の人であれば全然懲戒処分されないようなそういう事柄を取り上げてその K さんをターゲットにして、懲戒処分を繰り返すという、非常に陰険なというか、ね、嫌がらせ、露骨な嫌がらせだと思います。で、ワールドリンクは、ひょっとしたらそれでもう K さんが嫌になって自分から退職するということを望んでたのかもしれません。Kさんは頑張って職場に残ってずっと仕事をしてました。そしたらついについ、先日事実上解雇通知、ワールドリンクの言い分では契約期間満了というふうに言ってますけれども、私たちは K さんとワールドリンクとの、雇用契約というのは事実上、無期雇用、期間の定めのない雇用だと思ってますので、そういう中で、要するに職場から放り出すというそういう通知をしてきました。この10月の23日を最後にもう雇い止めをするとあるいは解雇をするというふうに通告してきました。で今ずっと、自宅待機というふうな状況にされてます。私たちこういう労働組合を排除するあるいはその組合を排除する、こういう会社そんなに多くはありません。皆さんも労働組合怖いところやと思わんといてください。ただ、ごくまれにもう100社に1社ぐらいそういう会社あることはあります。で、もうこれ私たちから言わせればもうこの社会の害でしかないそういう会社ですから、このワールドリンクに対しては徹底して争っていきたいと思います。今でもね会社前でビラを撒いたりとかいうことはやってます。ワールドリンクという会社、天神橋の交差点っていうところから2つ目の信号を、右の方に入って、100メートルぐらいですかね行ったところにある会社です。その会社に対して、ずっとそのビラを撒いたりとかあるいはマイクでその近隣の方に訴えたりとかいうこともやってます。
あとまあちょっとこれはご存じないかもしれないけれども、労働委員会っていう行政機関ですね、そこでは労働組合を排除したらいけませんよっていうふうなことになってるので、そこでずっと争ってます。で今後万が一そのワールドリンクが K さんの解雇を強行してくるということになれば、裁判も含めて全面的に争っていきたいと思います。私たちこういう形で労働者がね、なかなか会社に対して物が言えない、それは立場弱いですから、だから労働組合に入って、自分の労働条件の改善を求めていく、あるいはまあ対等の立場で労働条件について話し合っていく、まあ、これはもう憲法でも保障されている、あるいは労働組合法という法律でも保障されている、労働契約法という法律でも労使対等の立場で話し合って労働条件で決めてくださいというふうになっている、そういう、まあ、日本の法制度とかをですね踏みにじって、労働組合を排除する、そういうふうな会社に対しては絶対許さないし、もうとことん争っていくつもりにしています。また今後裁判も始まる可能性もありますし、いろんな争い始まっていくと思いますので、この会社ワールドリンクという会社が最終的にどうなるのかということを注目していただきたいと思います。以上です。